本日の畑です。トマトがようやくミニトマトがようやく色づいてきました。もうちょいですかね、はい、さっき蜂がいたんで力がちょっと。キュウリ もうこっちの大きいキュウリはもうちょっともうそろそろ終わりかなっていう、もう結構枯れてるんで、なんかアリがたかってるんで、もう蜂がいるんだよな。蜂が結構、もう蝶々ちゃんとか蜂たちがいて、キュウリ1本でミニキュウリ2本、収穫していきたいと思います。さつまいもこんな感じですね。ここはもう葉切っちゃったんでこんな感じですけど、まあ、この前より飾通しは良くなったのかなとは思ってます。でナスが地面ついちゃってるんで、こう支柱やった方がいいかなと思ってます。もうシソはすごいですね。ジャガイモ、ジャガイモすごい成長してます。ジャガイモの周りの雑草がやっぱこれもすごいな。そのうちちょっと買ってく、多少はジャガイモ近辺の雑草をちょっと抜いていこうかなと思ってます。アンデスも順調ですね。一応まあ雑草と共生はしますけど、あまりにも雑草に近い、あ、雑草じゃない、あの作物に近い雑草、まあ、作物っていうものをね、作物っていう、持つっていう字もあれですけども、近い雑草は抜いていこうかとは思ってます。ブロッコリー、ブロッコリーもいい感じじゃないですか。もうキャベツです。でモロヘイヤも良さそうですね。 あそこのこう病気のやつ取ってきます。この大きさもいいんじゃないでしょうか。小松菜、ブロッコリー結構もまだですね。まだ太さ的に、こちらのトマトはミニトマトはもうちょっと成長しない感じで、あ、これはでもなんか芽がちょっと新しい感じで、玉ねぎ、白菜ですかね。白菜、これ人参なんですけど、正直どれが人参なのか分かりません。困っちゃいますな。ネギ、葉ネギ、大根は順調ですかね。ところどころ大根、この辺に野沢菜やろうと思ってます。
出島はまだ出てないですね。玉ねぎ、玉ねぎはちょっとどうなってるかちょっと分かんないですね。ネギもぶっちゃけどれがネギなのか、九条ネギですけど分かんないですね。野沢菜ゾーンです。ここ野沢菜です。ここと、よいしょ、ここが野沢菜ゾーンです。新たに作った、はい。でも本当に畑やってて思うんですけど、僕が無農薬な野菜を作るために多くの自然を破壊していることが、まあ、ここが、はい、お花ゾーンです。金銭花まだ生えてないと思うんですけど、ちょっと分かりません。サルビアがすごい綺麗です。夏水仙大丈夫か、ちょっとしくれてんな。一応この前補強したんですけど、なんとか耐えてはいるけど、しおれてるのはやっぱ台風、風とか強かったのかな。風強いのかもね。はい。じゃあ僕がこういった作物を作るためにこうやってこういうの土足でねガンガンやって、幼虫とか破壊して殺したりとか、ミミズとかね、ちょん切っちゃったりとか、なんか申し訳ないと思ってますね。だからそう考えると、なんか無農薬のものを食べようとしている僕のエゴがおかしいかなと思っちゃいますよね。少しの人間が食べるものを作るために多くの生命を犠牲にして、ちょっと考えさせられますね、畑やってて。これでええんかと。まあでも、生きていく以上何かしら食べなきゃいけないんですけど、食べ物には感謝ですよね、まず。カップ麺とかお菓子でも、それすら。で、今日はシソとオクラ、黒星病のついたモロヘイヤ、黒くなったのを食べられるんで、それを中心にモロヘイヤ買ったのと、あとキュウリとナス、あとシソ20枚借りました。ミニトマト楽しみです。はい、考えさせられるというか、まあちょっとまあ試行錯誤で、まあ、これからも頑張っていきますけど、はい、なんだかなと思います。ということで、あ、これで吊る返しもしてきました。ちょっと雨でね、びしょびしょだったんで吊る返ししました。以上です。